マクドナルド新 CM、神宮寺優太の出演が確定か衝撃の噂にファンが騒然。マクドナルドの新しい CM に関する噂はあちこちで話題となっている。朝のニュースに目を通しているだけでも、そのカーテンが少しずつ開かれていく様子に驚かされる。マクドナルドの公式 X、旧ツイッターが更新され、そこには謎めいた男性の後ろ姿が映っている。その投稿によって、 ファストフードチェーンのファンたちは興奮し、推測を始めた。マクドナルドが新 CM についての噂を匂わせる投稿をした。写真には男性タレントらしき後ろ姿が写っており、これにより神宮寺雄太や今瀬などが出演するのではないかという期待が高まっている。このような、匂わせ、戦略は最近よく見られるものであり、事前に情報を少しずつ漏らすことで注目を集める手法だ。 しかし、このような戦略は果たして効果的なのだろうか。過去の事例を振り返ると、平野紫耀がサントリーの CM に起用された際も同様の手法が取られた。27本のミスジンソーダやビルに掲示された巨大ポスターなど、情報解禁の前に様々なヒントが与えられ、その床、か、平野の CM は大きな話題となった。同様に、今回のマクドナルドの投稿も大きな反響を呼んでおり、ファンたちは神宮 神宮寺雄太や今瀬など、様々なタレントの出演を期待している。神君。コメント欄には驚きの声があふれ、神宮寺雄太の名前が浮かび上がった。確かに、彼の特徴を垣間見せる写真だ。しかし、これが事実かどうかはまだわからない。なぜなら、マクドナルドは情報を控えめに出し、ファンの関心を高める戦略をとっているようだ。タレントの起用において、匂わせは今や一般的な手法だ。 製品が正式に発表される前に、背中や小道具、キャッチフレーズなどのヒントを投稿することで、注目を集める。この場合も同様であり、ファンたちは投稿された写真をもとに、推測と期待を膨らませている。神宮寺雄太はその一例だ。以前、彼と他のタレントたちが有名ファストフードチェーンの CM に内定しているという報道があった。そのため、彼の名前が浮上するのは自然なことだろう。 そしてもう一人、今瀬というシンガーソングライターの名前も上がっている。彼はインスタグラムと X でハンバーガーを食べる写真やハンバーガーの模型の写真を投稿し、匂わせをしているとの声がある。ただし、マクドナルドは特定のタレントを否定せず、これからいろいろ発表させていただきますので、どうかお待ちいただければとコメントしている。そのため、真相は明らかになっていない。このような匂わせ、戦略は過去にも見られる。 例えば、平野仕様がサントリーの CM キャラクターに起用された際も、似たような手法が取られた。サントリーは彼の27歳の誕生日を祝う画像を公開し、数日後に正式な発表を行った。こうした戦略は効果的だ。ファンの関心を高め、SNS 上での話題性を増大させることができるからだ。マクドナルドは、製品やキャンペーンの宣伝においてもこの手法を駆使し、成功を収めている。しかし、一方で、 このような、匂わせがあまりにも頻繁に行われると、ファンたちの期待が膨らみすぎてしまうかもしれない。そして、実際の発表がそれに見合わない場合、失望を招く可能性もある。この状況下で、マクドナルドがどのような CM を披露するのか、多くの人々が興味を持っている。果たして、その答えはどこにあるのだろうか。彼らの戦略は成功するのか、それとも逆効果に終わるのか。期待と興味が高まる中、 今後の展開が待ち遠しい。